ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、山本周五郎作火の杯第三編来訪者。それでは本文をどうぞ。第三編来訪者。第一章、母の病気を単純な腹膜炎と診断したお大師は、それから約1ヶ月の後、夏子に向かって意外な事実を告げた。ご病人に分かってはいけないと思ったので、あなたにも言わずにいたんですが、そろそろ隠せなくなったので。夏子はうなずいて医師の次の言葉を待った。息の詰まるような絶望感と、そのことを予期していたような気持ちとがごっちゃになり、舌がこわばって何も言うことができなかったのである。本当のことを言うと、腹腔内の反発性癌なんです。こいつは初めに膵臓へ癌ができるんです。膵臓というのは高等な臓器で、奥の方に隠れていて、自分では動かないし、触診も困難なんです。他の臓器だと癌が発生すれば何か自覚症状が起こるものです。ところがこいつはそれがないんで、他の臓器へ伝播してからでなければわからない。お母さんのは現在もう腎臓にも胃にも婦人科器官にも、つまり腹腔内の全般にわたって癌ができているわけです。解剖してみても間違いないと思います。それは初めからわかってましたの？そうです。僕は2、3例を扱っているものですから、他の医者にわからなかったのは無理はないんです。ではもうどうしても？夏子は下顎の筋がつって口がはっきり聞けなかった。世界中の医科学を総動員しても、こればかりはもう手がつけられません。残酷なことを言うようですが、覚悟を決めてください。医者とは門の外で話していたのであるが、別れて家へ入ってからもすぐには母の顔が見られなかった。泣いてはいけない。自分の部屋といっても6畳と4畳半と玄関の3畳、それに薄べりを敷いた長4畳分の廊下だけという狭い家で、4畳半が夏子の専用であったが、その部屋へ入って窓に背を持たせて、夏子はじっと目をつむった。母が死ぬ、自分は一人になる、たった一人。表現しようのない虚脱するような絶望感で、体全体がしびれるようだった。しかし悲しくはなかった。その日は午前1時から3時半頃まで短期または少数期による空襲が続き、警報解除になったのは5時であった。カムラは田無あたりの工場が叩かれたなと言ったが、それから野菜スープを作り、自分の食事をし、母の湿布を取り替え、またガスはほとんど使えなくなっていたので、丘を一つ越えた強制疎開の後へ滝井にする古材木を取りに行ったりした。全く眠らなかったためか、それほど異常なショックを受け、絶望に打ちのめされながらも、夏子はいつか激しい眠りの欲求に襲われていた。お許し、遊ばせね、安彦様、どうぞ許してくださいまし。隣の部屋で母の声がした。上ごとを言っているのである。それは10日ばかり前からの癖で、眠りながら気味の悪いほどはっきりした声で、しかもしばしば安彦に呼びかける寝言を言った。そして目の覚めている時はしきりに三池の自慢をするのである。いやよ、そんな話聞きたくないわ。夏子はつけづけ言ったのであるが、お大師の話によると、それは病気の重くなったためで、激しい消耗性疾患によく現れる上事だということが分かった。第二章。たった一度、私の一生でたった一度の、いえ本当です。ですから、母の上事はなお続いた。ですからいただいてまいりましたのよ、一生に一度の本当の。私死ぬまで持っておりますわ、大切に大切に。黙っていただいてきたのは悪うございますけれど、いいえ誰にも見せたりはいたしませんわ。
和江の一生に一度の記念でございますもの。ねえ、安彦様、お許しくださいますわね。若やいだ、なまめかしいような声であった。まるで愛のささやきのようにも聞こえ、夏子はそれが上事だと思いながらも、やっぱり嫌悪を感じて眉がしかんだ。それは君、負けなくちゃダメですよ。負けることはもう当然だろうけれど。山木周平が話していた。夏子の持たれているガラス窓の外は、細い路地を隔てて山木の家の玄関と向き合っている。彼はそこへ立ち机と椅子を出して、また火鉢をしながら原稿を書き、客の応対をした。もし日本が勝ったとしてみたまえ、それこそ日本は職工と軍人だけの国になってしまうよ。我々は酒もタバコもなしで、いつまでも豆かすを食っていなくちゃならない。夏子はふとおかしくなった。彼は酒が好きである。タバコも一日に50本はふかす。それが近頃は全く手に入らない。若い編集者などが自分に配給されたのをよく届けてくる。そんな時は子供のように規制を上げて喜ぶのが聞こえた。これだけが僕の特配というわけだな。恩に着るよ君。先生は海軍の報道部長を知っていらっしゃるんですから、酒やタバコくらいは不自由はなさらないはずじゃないですか。みんなやっていますよ。嫌ですね。僕は軍からだけは絶対に嫌です。一本のタバコ、一杯の酒をもらうのもごめんですね。そんな風に息巻くこともあったが、実際は軍から何かもらうことなど彼にはできなかったものらしい。つまりそれほどの小説家でないというわけで、そんな風に息巻くのはむしろ滑稽であった。しかし負けたら我々はどうなります。少なくとも今より悪くはならない。山木はなお言った。もうたくさんだ。負けて初めから出直すべきだよ。我々にとって当面の最も重大なことは民族としての自覚の問題だ。日本民族は何をしてきたか、現在何を有しているか、将来何をなすことができるか。いつまでも法隆寺や浮世絵が自慢じゃ君、そいつは君どうしたって文明国などと言えやしないよ。彼の声と一緒にまた母の上言が聞こえてきた。なっちゃん、カバン大事に持つのよ。開けてみたりしないでね。決して他の人にも渡さないで。持ったわね、母さんのカバン。さあ行きましょう。夏子はいつか眠ってしまった。その眠りの中で彼女は夢を見た。母がいつもの調子で三池の自慢をし、安彦という三池の次男のことを語っている。夏子はそれが苦しいほど不愉快で、両手で耳を塞いで逃げ出す。それは夢でもあるが、母との間に何度も現実に繰り返された出来事でもあった。お母さん大嫌い、お父さんも嫌い、私を一人にしてちょうだい、一人にして。夢の中で夏子は叫んだ。第三章。母の死が避けられないものだということを聞いた時から夏子の性格は変わった。それは一種の精神的な脱皮のようでもあり、新たな成長のようでもあった。母に対する感情も、周囲の人たちを見る目も、自分でそれとわかるくらい変化した。条件が悪すぎたからだろうか、戦争、父の死、戦地で消息不明の兄、空襲、そして母もまた死ぬという、こういう悪条件の重複は小説としてもほとんど不自然に近い。実際にはもっと惨憺たる例が多かったのだが、その時夏子は19歳であった。その年でこれだけ苛烈な時間を傷つかずに生きることは不可能であろう。性格の変わらずにいる方がむしろ不思議なくらいである。だが夏子の場合は少し違っていた。母が死ぬと聞いた時、その絶望の大きさに怯えて母への愛情をかなぐり捨てようと努めた。そしてそれは困難なことではなかった。母は三池の屋敷の中でこそ生きられるが、世間へ出ては生活能力がなかった。
自分は召使いであったのに、その意識や感情はすっかり三池の伝習や家風に染まっていて、一般の私生生活に順応することができないのである。この状態の中でそういう母を背負って生きていくことは夏子にも自信がなかった。お母さんは死ぬ方が幸せなのだ、生きていく方が不幸なのだ。夏子はそう考えた。それを無情でも反自然でもなく肯定することができた。そしてその肯定を裏付けるように自分と母とのつながりを司祭に思い返してみた。自分は母を愛していたろうか。夏子は母を愛してはいなかった。母は父と結婚してからもずっと三池の奥へ勤めていた。10日に一度の休みはあるが、その他の日は朝7時から夕方6時まで屋敷にいた。夜もしばしば9時10時になるし、先代の安高が死ぬまでは泊まることもさしてまれではなかった。そのために早くから女中が雇ってあり、兄の雄一郎や夏子はお通夜というその女中の手で育てられたようなものであった。父は何も言わなかった。今夜はお客があるんだ。気の弱そうな目つきで自分から子供たちに弁明するようなことを言った。今夜は宮様がいらっしゃるんだ。だが父がそれで満足していないことは小さい夏子にも察しがついた。父はいつも慰まないような沈んだ目をしていた。その頃お抱え運転手は4人で、石山忠吉というのが最古さんだった。彼はもう54、5になる温厚な人で、子供が5人あったが、妻の峰子は夫とは反対に気の強い痩せたヒステリックな女だった。夏子や雄一郎を自分の子のように扱い、時には手を挙げることさえあった。あんたたちんとこじゃおっかさんが稼ぐからいいよ。今に古自動車の2、3台ももらってハイヤーやでもさせてもらうんだろ。和枝さんのお人よしとだらしのないのにも呆れるけれど、松原さんの育児なしは底抜けだ。男じゃないよ松原さんは。夏子や雄一郎に向かってずけずけ言った。夏子は三池一族もその使用人たちも全部ひっくるめて嫌いだった。ことに石山峰子は声を聞いても寒気のするくらいだったが、その言葉だけには意味がわからないのに、何かしら頭の上がらないような気持ちを夏子は感じた。第4章。石山峰子の言葉は忌まわしい何事かを暗示していた。母と三池、父と三池、そして父と母、この3つの関係が他の使用人たちとは違っている。そんな感じが漠然とではあるけれど、深く夏子の心に染みついた。だが夏子はその意味を知ろうとは決して思わなかった。そういうことには絶対に目を閉じ耳を塞ぎ通した。知りたくない。何も知りたくない。自分は自分だけであればいい。夏子は早くから父にも母にも愛情が持てなかった。石山峰子の卑しい暗示だけが原因ではなく、自分たちが三池の使用人であると自覚した頃から、あるいは生まれた時からずっと夏子は父も母も嫌いであった。自分には他に本当の父や母がいる。国民学校の3年になった頃、夏子は真面目にそう思ったくらいであった。父の死から始まった生活の変化の中で、夏子は初めて母を愛し出した。少なくとも愛し出したと思った。しかしそれはこの母に対するものではなく、庇護者の愛情のようであった。母が近く死ぬと聞かされた絶望は、母に死なれることの絶望ではなく、自分がたった一人になる、孤独になるということの恐怖であるようだった。母に死なれることがそんなに悲しいはずはないわ。昔から他に本当の父や母がいると思っていたじゃないの。夏子はそうつぶやいた。父や母を愛せなかったのは私の罪じゃない。父や母の罪じゃないかもしれないけれど、決して私の罪でもないわ。自分は自分だけでいい。夏子はなおこうつぶやいた。小さい頃からそう思っていたんだもの。
ようやくそれが実現されるんじゃないの。これで三池ともはっきりと縁が切れるわ。硫黄島から初めて敵機の空襲があったのは4月4日の午前1時のことである。それから4時までの3時間、川崎から蒲田、大森の一部もやられたらしく、馬込のその窪地まで激しい炸裂音と振動とが絶え間なしに襲いかかってきた。硫黄島が叩けないようじゃもうおしまいだ。おしまいも何も、日本は全然戦争をしてないんだよ。カムラの防空壕の中で山木周平が誰かにそう言っていた。この2月のことなんだそうだが、軍から中島へ雷電を発注した。 B-29 を攻撃する戦闘機さ。ところが製作費の折り合いがつかない。軍ではこの値段でやれという。中島ではそんな値段では作れないと答える。これが約3週間も続いたというんだ。この間に B-29 は連日やってきているんだ。東京が焼かれ、大阪が焼かれ、名古屋は、その他の都市や工場が次々にやられているんですよ。それなのにその対 B-29 攻撃機は製作費の交渉をしているんだ。これが戦争ですかね。それにしたって、硫黄島ぐらい叩けないことはないでしょう。ひとまたぎじゃありませんか。距離じゃなく電端の問題ですよ。こっちが硫黄島へ行く頃には敵はさっさと空へ立ち退いてしまう。仮に叩きに行くとしてもですよ。松原くん、松原夏子さんはいませんか。壕の外で人の呼ぶ声がした。はーい、松原夏子です。夏子は壕から飛び出した。第5章。どうしたんだ君、お母さんを一人寝かしたままで。まあ、一野さん。一野さんじゃないよ。病気のお母さんをほっといて自分だけ退避するなんてひでえじゃねえか。母は動かせないのよ。言葉の乱暴なのとその無遠慮な言い方とで夏子はすぐに分かった。それは日清製機の動員工係をしている一野三郎という青年であった。自分でも動くと苦しいからって言うし、焼けてきたら隣組の人たちが担架で避難させてくれることになってるのよ。それより一野さんはどうなすったの。焼け出されのほやほやさ。彼は振り返って言った。僕の親父だよ。防空服装をしているのでよくわからないが、一野の後ろに彼よりずっと背の低い痩せた老人が両手に風呂敷包みを持ち、背中に大きなリュックサックを背負ってしょんぼりとした感じで立っていた。じゃあ工場も焼けたの。焼けちまやいいんだ。あんな不定工場はねえからね。ところが今夜はあの辺りは助かるらしい。寮が焼けちまやがったんでね。とにかく周平先生んとこへ逃げてきたんだが、君のうちが隣だとは知らなかった。あら、一野さんも山木先生をご存知なの。お母さんとこへ行けよ。一野三郎は手を振った。おう、空襲はおしめえだ。今来てるのは効果確認の偵察機だよ。明日また会おう。行けねえ、もう今日だ。あっ、止まった。びっくりさせるわね。何よ。会社へ変な野郎が君のことを聞きに来たぜ。変な野郎って。僕はそばにいただけだけれど、庶務で嫌に欧風な口を聞いてやがった。渡辺の女男がペコペコ返事をしていたよ。誰でしょう一体。三池のなんとか言ってたぜ。詳しくは聞かなかったけれどね。君は三池と何か引っかかりでもあるのかい。知らないわ、三池なんて。夏子は家の方へ歩き出した。一野三郎も父と一緒に山木周平の家のある路地へと入っていった。三池が私に何の用だろう。今度こそ母が死ねばはっきり縁が切れると思ったばかりなので、夏子は腹立たしいような重たい気分になった。母に聞いてみようか。迷ったけれども聞く気にはなれなかった。自分を探している用事はわからないが、来たら来た時でこっちから思うさま言ってやろう。そう考えて母には黙っていた。一野三郎は昭和9年に東大の哲学科を出た。父親は9時から勤め上げたカナダ産保険会社の幹部だったそうで、戦争になる直前に辞め、箱根に家を建てて引きこもっているということを聞いた。
彼はそんなことを平気な顔で知らない者の前でもずけずけ言った。偉そうな面をしているが、うちの親父は成り上がり者さ。ちょっと外人じみてはいるが、かなり目につく美貌だった。姓も五尺六寸はあるだろう。色の白い顔にいつも血色が鮮やかで、笑うと粒の揃った歯が美しかった。第六章。市野三郎が来てから隣組は一層賑やかになった。彼は山木周平の二階を借りて住み、不平を言いながら日新世紀へ通勤した。炊事は父親がやるらしい。市野慶次郎という人は六十ばかりの髪と口ひげの白い三郎とよく似た上品な老人であった。軍需工場ってやつは大きいほど悪辣だよ。あいつら点で仕事をしやがらね。ひでえもんだよ。空襲で壕に入ると市野三郎は必ずその話をした。山木周平の家にいても大きな声で話すのが聞こえた。去年の春までいた大宮の戦車工場はね、あそこは満席系なんだが、対艦用の戦車を作ってたんですよ。一度何がしという宮様が作業対覧に来てさ、それから毎朝工場長が訓示をぶち上がった。諸君は現在は何々の宮の御前で作業をするのと同様である。日々時々その精神を持ってなんて言いやがってさ。ところが戦車作らねえんだ。出来上がりそうになるとダメだってわけですよ。それはどういうことなんだ。完成して軍へ渡すよりスクラップにして闇へ流す方が儲かるってことですよ。僕はこの目で見たんだ。工場長がやってきやがって、9割方できてるやつをスパナかなんかでコンコン叩いて回りやがって、ラメ廃品って抜かしやがる。工員は真面目ですよ。日の丸鉢巻きをして戦場精神でやってるんだ。だからこいつを食らうと声を上げて泣くやつさえいました。そこまで行くとちょっと信じられないな。ところが今の日清世紀だってそうなんだ。これは軍の機密だなんて言ってやがるが、実は海軍の三式のエンジンを作っているんです。例の B-29 を体当たりで攻撃する航空用戦闘機に使うんだがね、月産200台というのがその半分の100台そこそこしかできない。しかもですよ、その100の中でパスするのは10台かせいぜい20台。あとの80から90はいつもお釈迦です。しかしそれでは監督官が黙ってはいないだろう。あいつらが何を言うかってんだ。袖の下と酒と女、査察官なんて野郎はそれが目的で来やがるんだから。僕はね、徴用工の学生たちを集めてクーデターをやろうかと思ってるんだ。その話を聞いた時、夏子も自分の経験を話そうかと思った。三池系のある工場のことだったが、職工長がリベットの検査をしていて、これもいかん、これも不合格だと言いながら、彼の後ろに窓がある。その窓の外へそいつを片っ端から捨ててしまう。窓の外はドブである。この大切な資材を不合格だからといって捨てなくてもいいだろうに。こう思っていると、動員工係の若い社員がそっと説明した。夜になると、朝鮮人のクズ屋が来て、あのドブの中から捨てたものを拾い集めていくんだ。そうして闇へ流すんだが、もちろん儲けは職工長と山分けさ。しかしそんなのはまだ罪がないよ。彼はこう言って工場の広場に5台並んでいる大型トラックを指さした。それは数日前に着いた工場の原料金属で、まだ皮膚のマットも取らずにある。あれはあのまま出ていくんだよ。つまり他の工場へ闇で売るのさ。そこではまた他へ売るだろうがね。こいつが社の重役のしている仕事さ。夏子はその時嘔吐したいほど嫌な気持ちになったものであった。第7章。あらゆる物資が闇の時代になっていた。日常の必需品は影を消してしまい、国民はボロを着て豆かすや芋を食べ、栄養失調の体で普段の
空襲と戦いながら、それでも勝つために命がけで生産に挺身していた。だが生産の実態はすでに停止に等しかったのである。空襲による被害も大きいが、それ以前から資材は生産の場よりも闇から闇へ流れている方が多かった。近頃では勤労動員、徴用工、みんな工場で畑を作ってるよ。市野三郎は奮撃していった。会社じゃ資材が足りない、原料が来ないという。ところが資材は来るんだ。軍需省の切符で原料は高定価でちゃんと買えるんです。しかしそれは生産工場へは来ないで、そのまま闇へ横流れです。飛行機や大砲や戦争や弾丸が原料のままでトラックに乗っかって、あっちへ行きこっちへ行き、ぐるぐるたらい回しになっているんですよ。それでいいんだよ。それは彼が馬込へ来て10日目14日の午前3時、前夜の11時から B-29 の大編隊170機が東京市街の北西あたりを攻撃している時のことであったが、空襲も大体終わりそうになり、みんな壕から出て燃えている東京の空を眺めながら、初めて神村達吉が三郎に口を聞いた。それでいいんだよ。今さら飛行機や大砲を増産したって何の役にも立ちゃしない。畑でも作っている方がずっと利口さ。あんたは敗戦思想だ。もうよさないか、三郎。これは珍しく彼の父親がそう制止した。この小柄で無口な老人の声を聞くのは、夏子はそれが初めてであった。経済について無知な軍人が経済を支配しようとした。それもドイツなんかの方法を鵜呑みにして、軍刀と拳銃の脅しで。日本は欧米の資本主義経済にはまだ遠く及ばず、ようやく自由主義経済に入ったところだ。それを拙劣な手段でこんな不完全な統制経済に持っていったのが間違いだ。経済界がついてゆかないのは当然なんだ。そんな末端の現象なんか問題じゃない。もうたくさんだ。お前の口外は惹かれ者の小唄だよ。親父でなきゃぶん殴るんだがな。三郎は脇へ向いてつぶやいた。それから中一日おいて、4月16日の夜9時からついに馬込も焼夷弾攻撃を受けた。相模湾と伊豆から侵入した B-29 は、はじめ川崎の重工業地帯、そこは空襲の度ごとに必ずやられたが、はじめ川崎の重工業地帯に投弾していたが、やがて大森の下町あたりに火の手が上がった。今夜はこっちの番臭いぞ。気象観測員の佐藤がそう言い、それがみんなに強い予感を与えた。今度こそこっちの番だろう。都市とその周辺に住む者は警報のたびに皆そう思った。それは危惧でもなく憶測でもない。次々に現実に実現されていくのである。やれやれ、今夜は助かった。わずかに今夜はであった。明日のことは絶対に予測ができなかった。佐藤観測員の言葉はこの隣組では一種の権威を持っていた。彼は前にも書いたが、海軍の軍属で長いこと気象観測をしていたせいもあろうが、一体に控えめで主観的なことはほとんど口にしなかった。それが一層彼の言葉に真実性を感じさせたのだろう。その夜は初めから隣組全体をいよいよという切迫した空気が覆った。第8章。大森の下町へ火の手が上がって間もなく、馬込のその窪地から丘一つ越えた谷中通りというところで、突然パーッと大きな閃光が起こった。目測で幅300メートル、高さ200メートルほどの素晴らしく大きな閃光であった。その時はもう頭上に B-29 の気温がしきりに聞こえ、女子どもは皆それぞれの壕に入っていた。夏子は防火担当者であり、また母が寝たままなので壕と家とを往復したり、道に立って空襲のありさまを見たりしていたのであるが、その閃光はそのままの幅と高さで、つまりパーッと光ったそのままの状態で、
激しい火災になった。大型焼夷弾だ、谷中通りだ、誰かがそう叫んだ。夏子は道に立っていた。その位置からはそれは東南にあたり、間を隔てる丘の上は天神山といって古い神社の森があった。閃光からそのまま燃え出したその火炎はちょうど森の右手に上がったのであるが、誰かが大型焼夷弾だと叫んですぐその森や森から左にある家の上へかけてバラバラと焼夷弾が落ち始めた。松原君、ダメだ、今夜はやられるぞ。山木周平が飛んできた。お母さんを今のうちに避難させよう。桜井君、鮎沢君、十一夜君、担架搬送頼む。夏子は家へ飛び込んだ。母さん、避難するのよ。母は口の中で観音鏡を映していた。放射砲の音、砲弾の落下音、そして人の悲鳴や叫びを聞きながら、夏子は母に必要な薬や食べ物、それはブドウ糖やビタミン剤の注射薬と臭素剤、バター、粉乳、少量の砂糖などを集め、なお枕元の器物を包みにした。その数日前から母はしきりに嘔吐するようになり、洗面器とうがい用の品は離せなかったのである。山木が桜井と鮎沢と十一夜と他に二人ばかりで担架を持って土足のまま入ってきた。私のカバンは、なっちゃん。母は怯えたように言った。忘れないでね、母さんのカバン。大丈夫よ、私がちゃんと持ってるわ。離さないで持っててよ。布団のまま担架へ移した。母は苦しそうにうめいた。空襲になると、襖や図書室は開けておく規定だったが、担架のままでは玄関からは出せなかった。そこで六畳の間の窓のガラス戸を外して、六七人の男たちが内と外に分かれて、ようやく運び出すことができた。何か手伝いましょうか。カムラの節子が門の前にいた。こっちは大丈夫。あんたは郷へ入っていなくちゃダメです。山木が怒鳴った。半田に落ちてくるじゃないか。うろうろしていると直撃を食らうよ。さあ、桜井君、みんな、上を見ないで。頭上監視は夏子君に頼むよ。号令のようなことを叫んで、担架は進み出した。山木は振り返って、カムラ節子に、子供たちを頼むよと怒鳴った。B-29 は絶えず頭上を通っていた。下からの火災と単焦灯とに照らし出されて、手が届くかと思うほど低く、うるるん、うるるん、気味の悪い嘲笑するような気音を立てながら、そして次々と登壇するのであった。身のすくむような落下音、ザザザーッと、それは頭の真上へ落ちてくるように聞こえる。落下、落下、退避してください。夏子はその度に叫ばずにはいられなかった。すると500メートルほどの上空で大きな炸裂音と閃光が起こり、赤い火の玉がパーッと広がって落ちてきた。第9章。大丈夫、大丈夫。山木周平が登壇のたびに絶叫した。敵はちゃんと目標を狙って落とすんだ。こんなところへ無駄に落としはしない。前進、前進。夏子は足が震えた。息が詰まってあえいだ。彼らはその窪地から西へ向かっていた。満腹寺という寺の前を通り、丘を一つ越して畑と藪の中にある勝岡長生という画家の家へ行くつもりだった。それは山木周平の知人で、印天派の日本画家でもあり、夏子も2、3度会ったことがある。いざとなったら頼むと、前から話してあったのだが、満腹寺まで行くとそっちの方も延々と燃えているのが見えた。山木さん、あっちも燃えてるよ。桜井雄二が言った。桜井は若い洋裁師で、去年から徴用工に取られたが、工場では仕事がなく畑を作らされるだけなので、今は病欠の届けをして家で密かにミシン、
といっても当時はもう専門に繕い物だが、ミシンを踏んでいた。彼は水戸っぽといわれる茨城県人であり、手先の器用なことと元気な点では隣組の第一人者であった。短歌を持っている他の二人は、鮎沢という痩せた工員、十一夜という鮎沢の義理の弟にあたる工員であった。ダメだよ、あんなに真っ赤だ。大丈夫大丈夫、山木は桜井に叫び返した。梶岡は一軒家で、周りが畑や藪だから火に包まれる心配はないんだ。迷ってはいけない、強行だ強行だ。病人に何かかけなくちゃ、十一夜少年が言った。夏子は掛け布団を母の頭まで覆った。母は震えながら口の中で観音経を唱えていた。 B29 の気温は絶え間なしに頭上を通過し、後から後から登壇は続いていた。うなる気温、火災と煙、呼吸の止まるような落下音、炸裂と閃光、そしてパッと開く焼夷弾の赤い炎、何かの破片が鋭い音を立ててしきりにこの炭装車の周囲に落ちてきた。松原さん、いいけ、松原さん。そんな呼び声を夏子はおぼろげに聞いた。松原さん、いませんか。4人の炭装車も夏子も夢中だった。前後左右に飛び散る破片、吹きつける煙、うなっている気温、いつ頭上へ直撃が来るかもしれない。死んでちょうだい、母さん。夏子は胸の中で叫んだ。いっそ死んでちょうだい。母はもう死を宣告されているのである。そういう母のために隣組の人たちに死の危険を冒してもらうことが夏子には次第にたまらなくなってきた。松原さん、誰か呼んでいますよ。十一夜少年が言った。松原さんはここですよ。道は坂になっていた。そこを右へ曲がると室井幕生という小説家の家がある。その角は柿畑で、道の左側は陰天派の古林古慶という老画家の家だったが、そこまで来た時、後ろから松原和江さんですかと呼びながら追いついてきた男があった。鉄兜に防空服装をした背の高い男で、制服の憲兵を伴っていた。母は渋滞で避難するところです。私、娘の夏子ですが。ああ、君が娘さんですか。男は肩で息をしていた。僕は三池康彦君の友人ですがね、君のお母さんに安彦君が大事なものを預けてあるんですよ。第10章。ごく大事なものなんです。母は重体ですし、今こんな中で分かりません。後にしてください。夏子は突き放すように言って、止まらずに行く担架のそばを離れなかった。男は少しずつ威圧的な口を聞き出した。それは非常に重大なんだ。そして実際を言うと、安彦君が預けたというより、君のお母さんが無断で。よしてください。夏子は叫び返した。母が何をしたか私は存じません。母は危篤なんです。私たちは三池から追い出された人間なんですから、三池の人などとは口を聞くのも嫌です。言ってください。君は知っているんだね。何をですか。興奮しないで静かに言いたまえ。憲兵さんも一緒に来てもらっているんだから。やめたまえ。なんだ。山木が怒鳴り出した。松原さんは重体だと言ってるじゃないか。この通り焼夷弾の落ちてくる中を担架で運んでいるのが見えないのか。何？君は誰だ。僕は松原さんの隣組長だ。君こそ誰だ。僕は君に名を言うようなものじゃない。必要なら一緒に憲兵隊へ来たまえ。行ってもいい。山木の声は震えた。明日は畑中将と対談することになってる。その時よく聞いてみることにしよう。三池の人間がこんな激しい空襲の真ん中で既得の病人の炭素をなぜ妨害したか、どういうわけで憲兵がそれに協力したかということを。君が畑中将と会うって。憲兵司令官と君が。冗談じゃない。笑わしちゃいけないよ。対談は
雑誌社の催しだ。僕は招待されるだけさ。中将とは知人でも何でもない。しかし去年の夏から司令部好きの憲兵にはだいぶ知り合いがある。君は誰だ一体？若い憲兵がそう言った。山木周平といって小説を書いている人間だ。本部で調べてみたまえ。よくわかるよ。さあ、急ごう。その男も憲兵も口をつぐんだ。夏子は担架について歩き出した。やったねえ、山木先生。桜井雄二が言った。司令官の名を出されて、憲兵もあっけに取られてたじゃないか。あ、真冬よ、大して。夏子が叫んだ。炸裂する焼夷弾の閃光で、道の上がパーッと赤く輝いた。四人の担当者は本能的に担架を下ろし、道の脇の溝の中へ飛び込んだ。夏子も飛び込んだ。それは石で畳んだ排水溝だったし、坂の勾配が急なので水はなかった。鋭く物の弾ける音がした。焼夷弾落下、焼夷弾落下。右手の家の裏で叫ぶ声がし、そのあたりが騒然と殺気だった。それを逆上した耳で聞きながら、夏子は母の上ごとを思い出した。黙っていただいてきてすまない。自分の一生に一度の記念だから、どうか許してくれるように。何だろう、母は何を黙って持ってきたのだろう。そして今の男はそのものを取りに来たのだろうか。夏子は母のカバンを強く抱きしめた。第11章。その溝の中へ退避したわずかな時間に、夏子は母のカバンを開けてみようという決心をした。これまで母が上ごとに繰り返し言ったことと、その見知らぬ男の言葉に何か秘密めいた関係があるように思えた。この空襲の中を、しかも現に登壇されつつある最中に訪ねてきた。それは彼が言った非常に重大なものという表現よりはるかに大きな意味が隠されているようだ。彼はまた来るだろう。あの口ぶりでは明日にでも必ず来るに違いない。山木さん、本当に畑中将と会談するかね？するさ。本土決戦と竹槍戦術について話すんだよ。担架は坂を下っていった。来月号の女性クラブへね、僕は竹槍という小説を書いた。竹槍訓練なんかしてもダメだという主題でね。話は幕末の水戸になっているが、現在のことを言っているんだということは、読者にはわかるはずだ。それを中将に言うわけかね？桜井が呆れたように言った。それほどのバカじゃないさ。勇気がないというのかもしれないが、刃物を持ってる狂人には応対のしようがあるからね。梶岡の家へ着くと、山木たちはすぐに帰っていった。梶岡の家は北に丘を背負っていた。西に細い坂道を隔てて神社の森があり、東には農家の防風林、前は広い畑になっている。畑の向こうの農家が燃えていたし、そこから西と南へかけて、遠くは池上本門寺あたりまで、大地も平地も家のあるところは見渡す限り火と煙に包まれていた。ここは絶対安全です。運動選手のようなたくましい体つきで、度の強い金眼鏡をかけた梶岡長生は、秋田なまりの言葉でどもりどもり言った。直撃弾でも食らわねえ限り、炎症の心配はないし、これだけ燃えてるんでもう敵も登壇しやしません。そら、B29 はみんなあっち行っちまうでしょ。一つタバコでもやるか。彼は、妻と子供を秋田へ疎開させ、ずっと一人で自炊生活をしているが、日本画家はそういうものだろうか。広い画室はもちろん、家の中はきれいに片付けてあり、掃除も行き届いていた。母は画室を借りて寝かせた。担当される苦しさで疲れたのか、しばらくうなっていたと思うと、間もなく精魂の尽き果てたように眠り込んだ。夏子はそれを見定めてから、
母のカバンを持って庭へ出た。外は周囲の火災で昼のように明るかった。西側にある神社の森には、避難してきた人たちの群れがいて、互いに呼び交わしたり泣き叫んだり、男たちの怒号する声などが入り乱れ、それが次第に数を増すばかりだった。カジオカの庭と畑との間に、ウの花の生垣があり、それが一面に花を咲かせていた。まるで地獄絵そのままの景色の中で、その花の静かな、鮮やかに白い花の姿は、夏子にはほとんど奇跡のような驚きと喜びであった。花は咲いている。ちゃんと咲いている。夏子の目に涙が溢れてきた。ウの花の匂う垣根に、おととぎす、早もき泣きて、遠い歌声がかすかに郷愁のように聞こえてくるかと思えた。しかし実際に聞こえるのは炎のうなりと物の焼けはぜる音と、そうして逃げ惑う避難者たちの泣きわめく声であったが、夏子はカバンを生垣のそばへ置いてかがんだ。第十二章。カバンには鍵が三つついていた。だがそれは皆合わなかった。焦っているためだろうか。三つを代わるがある幾度もやってみたが、どうしてもカバンは開かないのである。母が持っている。夏子はちょっと呆然とした。あの見知らぬ男に呼びかけられてから、母は一言も口をきかなかった。男の声は高かったし、言葉は無礼なものであった。しかし母は何も言わなかった。言えなかったのかもしれない。そしてカバンの鍵も自分で持っている。そんなことはこれまで思いもよらなかった。カバンを大事がることは分かっていたが、鍵を隠して持つなどということは考えも及ばなかった。呆然としていた夏子は、その時縁先の方で人の声がしたのを聞き、そっちを見るとさっきの男がカジオカと立っているのが見えた。夏子はすぐそばに防空壕があるのを見つけ、蓋を開けてカバンを投げ込んだ。半ば反射的にやったのだが、それから生垣の卯の花の枝を五六本折り、それを持って縁先の方へ近寄っていった。ああ、松原君、この人が。いや、さっきは失礼。男は梶岡を押しのけるようにこう言って頭を下げた。今度は声も優しいし、鉄兜の陰で白い歯が見えた。夏子はそれには答えずに地下足袋を脱いだ。梶岡先生、これいただきました。ああ、どうぞ、いくらでも。母の枕元へ置いてやりたいと思いますの。こんな地獄のような騒ぎの中でこの花が真っ白に咲いているのを見たら、とても不思議なような嬉しいような気持ちで、私涙が出てきました。つまり花は何か言うつもりらしいが、どもりなどでうまく言葉が出てこないと見え、それでは花瓶を出しましょうと言って梶岡は裏の方へ回っていった。松原君、さっきのことなんだがね、ちょっと念のために言っておきたいんだが。夏子は黙って相手を見た。明日はまた来るからね。君たちには用のないもので、こちらには非常に重要な品なんだ。すまないが探しておいてくれたまえ。そんなことおっしゃったって私にはわかりませんわ。安彦君の日記なんだよ。夏子は不審そうな顔をした。鹿川の想定の厚いやつで、表紙に三池の門が金で印刷してある。昭和11年の日記なんだ。見ればすぐわかるよ。そんなものをどうして母が持ってますの？どうしてかということは、和江が、いや、君のお母さんが知っているはずです。ことによると知らないというかもわからないが、お母さんが持ち出したことは確かなんだ。では、母にそうおっしゃってください。今日は危篤で話はできませんけれど、よくなったらあなたから直接。それが待てないんだ。一日も延ばせない急な場合なんだ。男はそう言いかけて自制したらしい。また優しい声になり、ひょいと頭を下げた。どうか頼みます。
君が探してみてください。明日また来ますから。松原くん、花瓶を出したよ。勝手の方で梶岡の声がした。夏子は男をそのままにして梶岡の方へ去った。